AI 赤ひげ先生に聞いてみました。最新の人工知能にいろいろ聞く番組第2回目は、老後の趣味に歌舞伎鑑賞する意義について聞いてみました。下手な動画ですが、下手なのに心を込めて一本一本動画作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。老後の趣味に歌舞伎鑑賞する意義。皆さん、今回は老後の趣味に歌舞伎鑑賞することの意義についてお話しします。歌舞伎は日本を代表する伝統芸能の一つであり、舞台芸術の中でも特に素晴らしいものです。老後になってから歌舞伎鑑賞を趣味として取り入れることはどのような意義があるのでしょうか。文化体験。まず、歌舞伎鑑賞を趣味とすることの意義としては文化体験があります。歌舞伎は独特の演出や美術、音楽などが織りなす芸術作品です。老後になってから歌舞伎を鑑賞することで、日本の伝統文化に触れ、新たな歴史や感性を獲得することができます。社交活動。次に歌舞伎鑑賞することの意義として、社交活動があります。老後になると交流の機会が減ることがありますが、歌舞伎の鑑賞会に参加することで、共通の趣味を持つ人々と出会うことができます。また、歌舞伎ファンの人々と交流することで、新たな友達を作ることができます。心の癒し。さらに、歌舞伎鑑賞を趣味とすることの意義として、心の癒しにつながることがあります。老後には体調不良やストレスが増えることがありますが、歌舞伎鑑賞は美しい舞台美術や音楽、演者たちの緻密な演技などが心身をリラックスさせ、癒しを与えてくれます。知的好奇心の刺激。最後に、知的好奇心の刺激があります。歌舞伎には多くの物語や歴史が込められています。込められています。鑑賞を通じて、その背景や意義を探求することで、知的好奇心を刺激し、自己成長につながることができます。以上、老後の趣味に歌舞伎鑑賞することの意義についてお話ししました。文化体験、社交活動、心の癒し、知的好奇心の刺激と多くの意義があることが分かりました。皆さんも老後の趣味として歌舞伎鑑賞を取り入れてみてはいかがでしょうか。最後までご清聴ありがとうございました。